美味しい椎茸を食べるならこれ一択、生椎茸のバター醤油焼きを紹介します。物価上昇に負けない手頃なレシピ。庶民の味方、安さは正義。誰でも作れる簡単な調理法、それは小太郎の一品満足。皆さんこんにちは。今回は最高に美味しい椎茸料理を一緒に作っていきましょう。他の具材はない椎茸だけの料理ですね。それは期待しちゃいます。では早速調理をしていきましょう。このように芯を切って、芯の硬い分の石突きを取り除いてください。芯は焼くと柔らかくなって程よい歯ごたえが癖になる美味しい部分なので残しておいてください。では最後に1センチほど深く十字に切り込んで火を通しやすくしましょう。はい、できました。オンチャンネルでは簡単手頃な価格のレシピを紹介しています。ためになった、面白かったと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。ここで材料を紹介します。材料は2人分です。生椎茸、バター、塩、醤油を使っています。続いてはバター 8g を入れて火をつけてください。火の強さは弱よりの中火です。バターが簡単に溶けますね。うん、バターが溶けたら椎茸を加えください。旨味の詰まった水分を逃さないために椎茸は裏返しにして焼いてくださいね。わかりました。旨味を逃したらもったいないですもんね。芯だけひっくり返して焼きましょう。強火にすると焦げたり旨味の水分が飛んだりしやすいのでじっくり焼きます。ではここで塩を少量振りかけよう。椎茸はどこまで焼けばいいですか？ほら、よく見ると水分が出てきてしんなりしてきたでしょう。全体がしんなりしたら食べ頃で、ここで最後の仕上げに醤油を少量かけます。さらに30秒ほど温めたら完成です。ほとんど触ってないのに作れましたね。とっても簡単でした。ここで椎茸に含まれる栄養素を紹介します。主な栄養素はエリタデニン、食物繊維、ビタミン D があります。この中からいくつか紹介します。エリタデニンは血中の悪玉コレステロール値を下げる効果があり、血流をスムーズにし血圧を低下させてメタボリックシンドロームや生活習慣病の予防効果が期待できます。ビタミン D は体内のカルシウム代謝に重要な役割を果たす栄養素で、食べることで骨や歯が元気になり骨粗鬆症の予防効果が見込めます。肉厚な椎茸美味しそうです。食べるのが楽しみでした。いただきます。見た目よし、バターの香りよし、食べます。うま、あまりの美味しさにびっくりしました。お肉のような食べ応えというのか、高級というのか、とっても美味しいです。芯も違った食感で最高です。チャンネル登録、いいね、お願いします。それじゃあ、またね。またね。